Georgie. Aren't you going to say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon? I'm not supposed to take stuff from strangers. My dad said so. Very wise of your dad, Georgie. Very wise indeed. I, Georgie, am Pennywise, the dancing clown. You are Georgie. So now we know each other. Correct? I guess so. I gotta go. Go? Without this? My nose! Exactly. Go on, kiddo. Take it. Oh. You want it, don't you, Georgie? Oh, of course you do. And there's cotton candy and rides and all sorts of surprises down here. And balloons, too. All colors. Do they float? Oh, yes. They float, Georgie. They float. And when you're down here with me, you float! みなさん、どうも最近、味覚をおかしくしたレンの2号です。みなさん、どうも最近、マリオ64のミームにハマってる、レンの1号です。ってことで、今回持っていくのがソレンティア7ルー戦車の KV3 ですね。まあ、多流戦車か、来られるな。嬉しいだろ？ないです。視聴者が望んでるのはレオパルドなんだよな。なんか満足いくリプレイが取れないんだよね。お前リプレイ選ぶほど上手くないだろ。で、レオパルドが強いからね。でも、KV3 ってレオパルドを使った時にはまだ研究すら終わってませんでしたよね。何言ってるの。図星のようね。さあそうだよ。なんなんだよあれ。エイト高すぎんだよクソが。で、あんな高機動高火力な車両を放棄するわけないだろ。いい加減にしろ。ってことで、レオパルド実況が多分無理っすね。お前実況やめちまえ。なんでやめる必要があるんですか。あ、そうだ、マップはヒメルルボルフ、ピアボトムっすね。ピア。そんなことよりそろそろ聞きますよ。おそうだな。ボット敵の累計 30.0ED。 出てきそうだから標準ヒロっぽくか。アクションだよ。消えたらと、ただスポット外れただけだと思うんすけど。はい、合格しました。誰によく見る。おっと SPIC が不用意に SPIC で前出るのはやめようね。そして味方のために行きようね。敵増援を確認。ネクストだと。いや、ただのラグなんだよな。おっとグレイシャル出てくるか。ああ、ハンデは334万ポイントをかけた最後の問題です。私はどうやってグレイシャルにダメージを入れたでしょうか。ポイントもらうと何かあるのか。いや、ないよ。はあ、では選択肢をは A、ソビエトラナ B、2号がスーパーユニカムだから C、回転の問題 C、2号が。だからいや、2号がさ、ラグ1点けたから C だろ。ガンナルランカー、ファイナルランカー、なんだかんだ乗り気でくさ。結局チームが転換なんですかね。正解は取れてもありません。なんだよそれ、ずるい。大人はね、ずるいんだよ。ちなみに正解は私がセックスピストルの使い手だったからですね。いやー、4番がとても頑張ってくれたおかげで当てられましたね。お前絶対ゴム読んだことないだろ。失礼な、47巻しか読んでないけど。くっそ4番でくさ。デカフルセルフだし、ダメージ交換でもするか。AMX をね、半分合わさせて、温存したセルフですね、わかります。ああ、勝とうが負けようが自分が上手い。釣れればそれでいいんだけどね。おっと、痛い空襲。なんでこんな、やつに月が回るんですかね。まるで俺が悪者みたいに言うのやめろ。まあ、どっちかといえば、悪者より小物に近いけどさ。それは1位ある。自覚なんのかよ。最近疲労。申し訳ないが、誰にもわからないネタは NG。気になったストラ。今夜で、検索。やだな。ファイヤー！って
こで結果はこちらの通り、一番いいわけですね。最後の方適当すぎひん？知らない。なんでこんなに投稿遅れたんですかね。いつも聞いてる気がする。そうだな。投稿が遅れた原因としてはそりゃマクソに溜まったことですかね。ふいっ、知らない子ですね。そんなことより車両解説やって、どうぞ。おっと悪い悪い、気候は珍しく2本用意されていて、100mm 砲と 122mm 砲が使えるの。今実際は 100mm 一択なんですけどね、初見さん。でも2号は 122mm 使ってましたよね。端的に言うと、本国、車両が撃てる機械が限られているから、撃てる時にデカいダメージを入れるためだね。でも、課金弾の貫通がかなり低くて、格上、優先者にあるところを積むからあまりおすすめはしないよ。次に装甲だけどお試しなんていいです。以上。こいついつもお試し表現してんな。実際に強いからね、しょうがないね。あ、そうそう、骨のくせに不覚が取れるので、ハルラウンしてもいいけど、時々防軍枠、抜かれるからちゃんと下がろうな。まあ、ハルラウン枠に T29 いますしね。次に機動力だけど加速以外全部うんこです。逆になんで加速だけいいんですかね。私にもわからん。方向としてはバランスの取れた飛行に分厚い方向、そこそこの足を持っててとても扱いやすい機体だね。 IS に人気を取られて楽観空気だけど乗る価値は十分あると思うよ。さあみんなこいつに乗って IS4 を目指しましょう。セブンでいいです。さあってことで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。今パート10で最終巻です。そんな